31回岐阜県県都道場連盟中濃地区少年剣道全盛大会の開会を宣言します。
勝ち数1位、勝者数を与えますが、特例によりそのチームを、試合をさせてやることを決めましたのでよろしくお願いいたします。選手の職務は、剣道の指導の心構えにもあるように試合においても礼節を尊ぶということを言ってますが、今日は試合ですので、何としても勝つ意欲意識を持って試合に臨んでいただきたいと思います。諸君の健闘を祈ります。試合時間、両方に3分、中学生が3分というふうに書いてありますが、道場連盟の規則の方で、はい、で、中学生は2分30秒というふうになっておりますので、急遽2分30秒でお願いをいたします。中学生は2分30秒で延長は行わない。で、予選の場合に、同数の場合は、代表者によって、一本勝負で、順位を決める。決勝トーナメントにおいても同数の場合は2位の代表者によって、勝敗を決めるというふうにしますのでよろしくお願いいたします。先生、僕たち選手一同は暑さ寒さの中一生懸命鍛えた技と力を精一杯出し切り悔いの残らない最高の試合をすることを誓います。平成27年3月8日選手代表高津剣道教室坂下典之。頂上、優勝、平和宮殿大戦、大和西剣道、大和西剣道殿。
第31回中道剣道少年剣道大会において当初の競技優秀なる成績を収められましたので、その栄誉を称します。平成27年3月8日岐阜県剣道道場連盟会長立川良一。賞状、優勝、高学年団体戦、大和内北剣道部の第31回中道少年剣道大会において、当初の通り優秀な成績を収められましたので、その栄誉を称します。平成27年3月8日、岐阜県剣道道場連盟会長、立川良一。はい、準優勝。
中との第31回中濃少年検討大会において当初の通り優秀なる成績を収められましたので、その栄誉を称します。平成27年3月8日岐阜県剣道道場連盟会長立川良一。はい、おめでとうございます。はい、はい、少女優勝高須中殿、あなた方は第31回中濃地区少年検討大会において当初の成績を収められましたので、これを称します。平成27年3月8日中日新聞社。公表します、開会式の時に剣道は勝負の場においても礼節を尊ぶことを重視するというお願いを前置きをしておきながらしておいて、今日の試合は勝ちにこだわってくださいというふうにお願いをいたしました。よくやっていただいていたと思います。剣道を称えます。かえって各道場剣道教室等でこれからは礼節を尊んで礼儀を重んじ剣道を励んでください。公表終わります。Soul!